まあ仕方がないでしょう。なんか喋ろうと思ってたけど全部忘れたな。なんか朝配信してる期間中になんかいろいろあったんですよ。捨てようかな。捨てたくないけど、なんか場所がね、場所はまああるっちゃあるんですけど、なんか捨てようかな。これは置いときたい。これも置いときたい。でもそれで言うと全部置いときたいってなっちゃうねんな。これは微妙。逆にどれ捨てれると思う？やっぱりないね。スポーツ見ない。昨日のサッカーはどことどこ？セレッソしか見てない。セレッソも見てないけど。セレッソが北海道行ってたっていうのは知ってる。ちょっと前やけどな。サッカーのチーム知ってんのそれしかないから、だからそれ以外言われへんね。見たいっちゃ見たいけど、野球は無理。もう分からへんやんな。どっちに走ったらいいか未だに分かってない。期末もうすぐやで。昨日テストやった。昨日やんな。昨日金曜日やんな。昨日テストとインドネシア、海外、分からん、もう分からん。あのサッカーに興味があるわけじゃない。ちょっとアンジュさんみたいなさ、あのなんか一本ずつの束みたいなやつにしたいねんけどさ、無理やねんな。今前髪伸ばしてるんですけどね。え、あれやりたいけど無理やねん。のオイルつけてんのかな。なんかモケモケになるんですよ。メイクさん、白髪やったことない。そもそも公園でやったことないから。あれ、でもそもそもの長さもちょっと短いからお願いするのはちょっとあれじゃない？こんな短いのにって。短い時の写真見せたらいいか。アンジュさんってパッツンやったことある？ないよな。なんかこういうやつ。え、パンケーキ食べる時の一口がでかい。そうなん？かわいい。今日の朝パンケーキやった。パンケーキ、ホットケーキ。かわいい。そうなん？私は、私割と普通な気がする。外で食べるときは普通。もう家でほんまに誰も見てないってなったらめっちゃ適当やけど着るな。にしてもそんなでかくない気がする。こまごま食べてるわ。崩れすぎひんくらいに切りたいから。食べ方誤解。あのわんぱくすぎるのやつ学校で調べてみた。あのサイト自体は開いてないけど、なんかまとめ気になって、自分のは見てないけど、なんか荷があるんかなと思って開いて。学校で見やんとなんかしんどいねん。あの家で一人の時に見たら絶対嫌な方向行くから、もう学校で誰かおる時にしたら、まあ授業中やったんやけどギリ
まあいけるかなと思って、人おったらもうなんかとはなられへんやん、人おるし。で見たらなんか真鍋アンジュがわんぱくすぎるみたいになった。それのことかな。超かわいい。今日のさ、かりんさんのさ、のテレビ見ててんけどさ、せやねん、もう割とでかくなかった、あのあんこ入ったやつ結構いてたくない。そうね、綺麗に一口が大きい分にはいいねん。私はなんかもう変に不器用なんですかね。え、別に不器用じゃないと思うけどな。なんか作るのとかは得意なくせに食べるのめっちゃ下手なんですよね。でも食べるの綺麗とも言われるんですよ。どうなんでしょうね。なんか授業中に好きなことしていいよみたいな時間があるんですよ。あの技術の時になんかタブレット使い終わったらみたいな。それだけ気になったから調べた。一瞬やで、5分も開いてない。2分とか3分も開いてないもん。だってなんなら労働中の方が長いくらい、読み込みみたいな。自分のだいぶ前から見てないわ。なんか今気分下げたら多分無理やろなっていう時がずっと続いてるから、なんか今下がったらリハが無理とか、今下がったらテスト受けられへんとか、今下がったらなんかしんどいからみたいな、で読んでないのがずっと続いてる。めっちゃ元気になったら読めるんやろけどな。でも超幸せって時に読みたくもないねん。なんかそうギリむずいねんな。何があれば気分、学校行けたら、学校行って気分が上がるんやろ。昨日アンジュさんと会ったのやばない？それは気分上がったけど、昨日もアンジュさん可愛かったで、こんなん可愛い。他の人と喋っててさ、4人くらいで喋ってて、私を含めて、アンジュさんがさ混ぜてって入ってきて椅子持ってきてさ、めっちゃ可愛かったでな、アンジュさんその話に絶対ついていかれへんねん、見てないからのにずっとうんうんって聞いてて、でなんかこうやってなんか言ってるから何言ってるんやろなと思ったら焼肉食べたいやった。全然違う、全然違う、可愛い一人だけ焼肉の話可愛い。いや、なんか考えることはできるんやろうけどさ、見てなくても、うん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 って聞いて多分考えてるんやろなと思ったけど、焼肉が食べたかったんやなと思って、かわいい、めっちゃかわいい。急にやで、どういう感じで話入ってくんやろと思ったら、パンケーキやっぱりみんな言うやん。めっちゃ可愛いな。何言うんかと思ったら焼肉食べたいな、食べに行こうかな。めっちゃ可愛い。急にお腹空いてたんかな。可愛いな。ネイルめっちゃ綺麗やった。めっちゃ好みの色やった。やっぱりなんかシンプルなのが可愛いよね。なんかちょっとピンクっぽいやつ、あのショッキングピンクとかじゃなくて薄いピンク、かわいい。誘ってが謝ってに聞こえ見えてさ、謝ってって何と思ったら誘ってやったちゃうやん。だってその時メイクしてないで、私全然学校でテストを受けてから行ったからさ、そう顔面が、まあ、会食恐怖症なんですよ。でギリ克服してきてちょっと食べれるかなと思ったら、メイクしてたら
ギリまあまあいけるっちゃいけるんですけど、人によるけど、けどノーメイクやと無理。同期くらいならいける。ご飯一緒に、分からん。機会があれば。メイクしてない時は無理よ。同期で行こうってなったらギリしてなくてもいけるけど、うん、あ横並びやったらマシやけど絶対右側がいい。絶対右側がいい。だって肘当たるやん。もしやで、食べてる時にこうなったら嫌やん。だから私はもうこっち側、こっち側に行って、もうおとなしく、もう左肘をもうのなら内側にのめり込むくらいの気分で食べるわ。カチョンと感覚開けてもらって、一席開けてやってみる。それやったらいけるわ。あのちょっと喋らんとこっち向いて写真撮る時もちょっとなんかコロナかなみたいな。風邪、私も風邪ひいてないか分からん。喉やばいか、低気圧かなとも思ってる。なんか頭痛いな。冬がどっちやったっけ、夏が西高東低みたいな。じゃあ冬が南高北低、分からん、もう分からん。白い人入ってきたらそれは気まずいな。あ、それ冬、あれどっちが冬、西高東低、南高北低。西高東低が冬、ほな西高東低テストに出ないよ。テスト受けてないから。そもそも夕方の気圧配置じゃあね。それな、私授業受けられへんと思ったからさ、先予習してて、先予習してて、からその西高東低っていう4文字だけ覚えてる。何型とか覚えてないけど、予習してたんですよ。からその単語だけ覚えてる。南高北低あるよ。自分でやったら意味わからんよな。そらそうやね、ほんまに。前髪切ってない、浮いてんちゃう。あのどうせ踊って崩れると思ったから強めに巻いたんですよ。なんか一瞬前髪重くしようかとか思ってんけどさ、やめた。もう行ってきたないが。やっぱり重いとくらいかな。多分私あんまり顔隠さん方がいいタイプの顔やねん。私は割とあの重めのこういうのが好きなんですけど、うん、見てない。そもそもおでこが狭いんですよね。だから前髪の幅がないんですよ、もう。ホノピーみたいな。ホノピーみたいな。そういうことじゃない。あれは横幅の話やろ。まあ重いのも重いけど、そういうことじゃない。あ、なんか一時期リサちゃんがやってたさ、なんかこういうやつ。あれめっちゃ可愛い。狭いよ。39人、なんで39人？めっちゃ狭いよ。MG のプラモデルって何？あれめっちゃ可愛いよな。
おでこないねもう、もはや。まあなんか思い出したわ、ペンギンがさ学校でさ、あの卒アル取った日にさ、なんか私が教室、これ書いたっけ覚えてないけど、見踊る髪型じゃないよこれ。なんか教室さっき女子が取りに行って後から男子やねん。で私19番やからで40人くらいしたから割とまあ前半っちゃ前半、うん、ギリ前半みたいな。だってで教室帰ったらなんかちょっとざわざわしてて、ざわざわっていうかなんか個々で喋ってるみたいな、なんか、うん、そういうわけでもなくて、あみたいな感じやって、で一人がなんか、あ一番面白いやつ来たみたいな言われたから、なんか何の話と思って、なんか違う話のあれやと思って聞き流してたら、なんかみんな口々にペンギンペンギンって言ってるのよ。なんかさっきまでおったからかなって思って入っていったら、なんか友達がめっちゃニヤニヤしてこっち見てるねん。でなんかあったんかなと思って、ペンギンでもおったって聞こうと思ったら、ここにおったペンギン怖すぎ。私の斜め後ろの席に座ってた、学ラン来てめっちゃ怖いねんけどペンギンでもおったって聞こうと思ったら、なんかでかかったん顔が、ここにおる人の、なんかこんな狭かったっけと思ってこっち見たらおった、でっかいやつがびっくりした。なんか面積でかないと思って、その学校の制服のなんか肩幅に、なんかなんかこんな狭かったっけと思って見てみたら、めっちゃこっち見てた、怖すぎ、うえーってなった、めっちゃびっくりした。結構しっかりびっくりしてさ、えーって言ったら、なんかみんな多分私が入ってきたのを見てたからさ、なんかめっちゃ笑われたけど、そら笑うやろ、あんな顔でかいのが後ろにおったらびっくりするわ。だってもうだから一番面白いやつ来たって言ったんやろなと思って、いつもペンギンペンギンって言ってさ SNS に載せるくらいやからさ、だからおもろい反応するやろなっていう意味やったんやって後から思った。もうちょっと気づくのが遅かったら、ペンギンおったんって聞いてたら、聞いてたでおもろかったんやろなと思って、ここにおるからそれはそれでおもろいんやろけど、めっちゃおもろいねんけど、どんだけ顔でかいねん、見たことなかったもん、この なんか狭っと思ってで気づいたら満足やったんかして、なんか笑って声出してほんでなんか学ラン脱いでどっか行った。めっちゃでかいやつ着てた、なんか180みたいな。まあでもパーカー着てたからぴったりって言ってた。うん、自前なわけ、持ってるわけないやろ、その学校のやつやでファンキーかな、おもろない、びっくりしたんやけど、そんな顔でかいことあるんやと思って、なんであんな顔でかいんやろ、なんか先生らって顔でかくない超悪口、違うね超悪口今の世代が顔ちっちゃいってことかな、なんかだってなんかみんなこっち側が、こっち側の世代がちっちゃいんかな、年取るとでかくなる、そうなの、女子の制服はないやろ、入らんやろあの中、びっくりするわ、めっちゃ満足げに笑ってどっか行ったからなでフルフル先生も次来てたんやけど、普通に似合ってた、なんかおりそうやった生徒で、まあでもギリ高校生かなって感じ、まあ、全然中学校でおっても違和感ないけど、なんぽいで言ったら高校生かなって
野球部やってそう、野球部やってそう、野球やってそう、野球部入ってそう、野球部やってそう、なんか意味わからなかった。卒業旅行、卒業旅行行くんかな。いや誘ってるけど、だってみんななんか電車乗らんもん、いつも。京都くらいやったら全然行けるやろって思うねんけど、私は。けどなんかみんなそんな遠いって言ってたから、遠いんやと思って。まあそうよね、だから近場で。大阪やったらさすがに行けるやろって思ってるけど、行事ではないよ、それ修学旅行じゃない。やろう、離れてる方がいいよな。でも京都で遠いんやったらもう割と限られるくない、もう大阪じゃないそれ。いいかな、私は京都を推してる。なんかめっちゃ抹茶好きな子がおんねん、だからなんか抹茶食べに行こうやったら乗ってくるかなと思ったけど、微妙ですね。まあ人数多いからさ、私の仲いい子たちのグループがなんか割とみんなでって感じだから、まあ案を決めるのはむずいですね、当たり前に。だって電車通ってるからめっちゃ行きやすくない？京都。逆に京都以外があんま行かんから分からんかもしんけど、だって基本移動車やし。神戸とかは通ってるん？え、だってめっちゃすぐじゃない？ひかるちゃんと行った時割とすぐやった。だってフラッと行ってフラッと帰ってきたもん。ほんまに行こうとしてたとこまでは行かんかったけど、なんかもうここで京都っぽいしいいんちゃうんだなって。あやんな、あでもまあ会場、会場は会場なんか電車で、うーん、でも電車が通ってるかのあれなんけど、京都の方が行きやすない？なんかイメージかな、もう。神戸でも全然私はいいけど、どこでもいいんですけど、もう大阪で行くより絶対違う県行った方が面白い気がするんですけどね。京都水族館いいやん、あちょうどいいやんめっちゃ良くない？ぴったりじゃない？新大阪から神戸、新神戸、難しい。そうやね、人多いっていうのも割とみんな嫌がるな。ないですね、ペンギン連れて行ってあげて泣きついてくるわけ、彼女と一緒にいてるやろ。なんかさ、もう最近ペンギンがさ、なんか私に話しかけてくる時までニコニコしてんの、気色悪い。だからなんか彼女とうまくいってんのかなと思って。あの人私と喋る時絶対笑わんかったのにさ、笑ってる時もあったけどさ、なんか顔が違う、気色、あー気色、どうせうまくいってんやろ。やろ、遠い方がなんか旅行感出るよな。あ、ペンギンにバス、ペンギン車持ってたっけ、なんか持ってない気するけどな。あの人免許持ってんのかな、いつも他の先生に運転してもらってる気がする。
なんかいつも誰かに乗せてもらって帰ってるイメージ。余裕が出てきたんかな。勝手に言われてんねんけど何も言ってないのに。どう思う？うん、大阪だけやったら全然行けると思うで、車なくて。だって電車あるもん。どう思います？だって彼女もおらん人が一人で北海道には行かないじゃないですか。で、北海道に一人じゃない可能性もあるやん。もう友達と行ったとか可能性はあると思うけど、私と行った可能性もあるけど、わざわざベッドが2個並んだ写真をみんなに見せるかっていう、生徒に。で、友達の意見なんですけど、もし彼女とペンギンが行ってるんやったら、ベッドをわざわざ2つにテント1つのベッドで寝てるんじゃないかっていう話が上がったんですけど、いや、あの人はそんなことしない。絶対そんなことしない。あの人やったら、だって家にベッド2個並べるような人やで、わざわざ。それこそ1個でいいやんか。っていうのをわざわざ2個にするっていうことは、もうだってそんな人やったらホテルとっても2個な気がするねん。だってわざわざさ、家やで、それでもうほぼ埋まるで、ベッド2個でっていうくらい邪魔やのに2個買う人なんやから。しかもあの人お金あるから、それくらいやったら出すやろし。大阪の郷土料理、たこ焼きとかですかね。あ、付き合い立てなのかも。一緒だから浮かれてるの。うざ。え、一理あるやろ。ほら、やと思うねん。だってお金なかったらさ、確かにホテルやったらちょっとなんかベッドに行こう、ちょっと厳しいからってなるのも確かにわかるけどさ、あの人だと全然2個いけるもん。いいとこ泊まってたし、多分値段調べてないけど。リクライニング、何がですか？どう思います？なんかめっちゃ食べてた。友達やったら逆にどうやと思う？もう何聞いても多分彼女って言ってくるから、ペンギンの方が。だからもう多分おるんやと思う。だってさあれやで、私が何を聞いてもなんかなんて聞いた時やったっけ、なんか土日何か予定あるんですかって聞いたね、なんとなく。私は普通にお話し会やったから、その土曜日で、日曜日はリハやったから、だから後にしろな、何もないねんけど、なんか気になったから聞いてみたら、そんなこと聞いてなんか彼女いるか探れないでくださいみたいな感じやって。別にそんなこと言ってないやんか、一言も。彼女おるかなんか探ってないし、そもそもほんまに探る気じゃなかったし、でさーと思って違いますって言って。で、ちなみに予定はありますみたいな。うっさー超うざいねんけど。え、おらんパターン。あ、そう？ほんま？ほんまに？焼かせたい。うん、別に焼かんけど。え、きしょない？それでおらんかったらめっちゃきしょない？だるすぎんねんけど。どうやろうな、何があったら逆におると思う？どうなったらおると思う？匂いは相変わらず桜の匂いが好きらしいんですよ。鑑定本もやばい。フルフル先生に言って言うやん、みんな。
割とフルフル先生は聞いてるし、あの人も本人も気になってるねんけど、ちょっとね、お弁当持ってきだす、いやーないわ、教員やもん、給食あるもん、給食で足りん人は確かにお菓子は持ってきてるけど、リス先生とかいつもお菓子持ってるけど、かわいいな、なんか仕込んでるわなんかリス先生いつもさ、なんか基本私が褒めても信じてくれへんねんけど、ひどくね、そんな信用ないんかな、歯ブラシとかマグカップ、マグカップは元カノのがあるから、さすがに彼女できたら捨てる？どうでしょうね。偽の？ああ、実はみたいな。実はこういう人がいてって。で、アンジュさんの話してみようかな。アンジュさんっていうことを伏せて。いや、実はめっちゃ気になってる人がいるんですけどって言ってみる？アンジュさんって言わずに、好きな先輩がいてって、でも先輩って言ったら多分なんか NMB の方で思われたらあかんから、同級生やったら話に矛盾が生まれそうやから、でも後輩も入ってきたから、まあ何せよ言ってみる、だから何って感じじゃない、ふーんってペギー30超えてるんだって知らん超えてんじゃん、50くらいじゃない、あ、気になる人がいるんですけど、なんていうかな、他ちょっと天然で、可愛いとこもあるけどかっこいいとこもあってみたいな、あ、先生やったらどうしますかって聞いてみる？いや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 、ペンギンはそういうのじゃないから50は嘘？いや、78、台湾の好みいや、食べ物の好みは変わらん、あの人は超偏食だからずっと一緒、何聞いても好きな食べ物はうどんやしあー、ちなみにって、いやもうその手は無理やから、ちなみに先生は今っていうのはもう無理やから、だってどんな質問してても、あー結局その質問だと思いましたよみたいな返ってくるから、さすがですねペンギン先生、よくわかってますねって、あーもう年金暮らし、確かに、最近さ1年の時に理科教えてくれてたおじいちゃん先生がさ、杖ついててん、でなんかヨタヨタしててんけど、この前給食を一人で運んで杖持たんとさ歩いててさ、よかったと思って、元気になったんですかね、杖ついてなかったもん、超元気なんですよその先生、なんかマラソン走っててみたいな、フル出たんやったかな昔、分からんけど、めっちゃ元気やったのに、運動会とかも走ってたのに急に杖ついてたから、でも良くなったみたいで、いやもう演技どうこうじゃない、あの人は絶対聞かれても答えない、どれだけこう聞きたがってても、もう無理って言ったら無理や、どうやろうな、でもおると思うけどな、みんなどう思う、おると思う、おらんと思う、どうやろうな、おると思うけどな、だからあんな嬉しそうに毎日浮かれてるんやと思うけど、確かに本人の反応見たらむずいよな無理やもんな、もう
生が心を開いてる人見たことないかも。見たことないかも、やばい。開けよ最悪、開けよ。いや私も開かんタイプやけど開けよなんでおらんねん。でもおらんもん。だから彼女できたらどうなるんやろと思って、あの人想像がつかない。だって見たことないもん。いやそらそうやけどさ、そもそも同い年の人と仲良くしてるのを見たことないし、年近い人とも見ないから。うざいな。彼女の名前は何ですかって、ボロが出るまで粘るってこと。学生時代に、いやどうかな。だってあのペンギンやで、おらんくても別におかしくない。だってあのペンギンやで、おらんくても別におかしくないから、あんなメガネ野郎おかしくないよ。ちょっとペンギンにさ、若いうちシリーズのさ台本手伝ってもらおうかなと思って、あの日本語おかしいとこないかと、なんか新しい日本語を教えてくれるかもしれんから聞きたいなと思って。待って、なんか日本語むずいねんけど最近。無理、もう日本語書けてたはずやのに。2月ぐらいにチョコレート作って、いやいやいや、あの人チョコレート食べられへんから。あれなんかめっちゃ無理らしい、ほんまに無理らしい。なんかアレルギーってあるん、チョコレートな。ほんまに無理って言ってた。なんかフルフル先生が可愛いな、なんかうちの学校に来たてだから、うちの学校で初めての先生になった年やったから、なんか先生として初めて働くってなった時に緊張してたんかして、なんか差し入れか旅行行ったからの差し入れか覚えてないけど、チョコレートのお菓子を買ってきてくれたんて、職員室の人たちに。で知らんかったから、ペンギンがチョコレート無理なのから、なんか殺す気かって言って言われてたのあったから、ほんまに無理なやと思って。だって黒島が渡したからとかで無理って言ってんじゃなくて、ほんまに誰からもらっても無理ってことやと思う。だって初めましての人にさ、そんなチョコレートもらってちょっと嫌いなんだけど無理って言わんやん。ペンギン先生、あ、冬言ったことあんで、あの最近ちょっとペンギン先生が気になるみたいな人いましたよって言ってもじゃあ調べときますみたいな。あの人もあの人で失礼やからな。あー、彼女からのバレンタインはアレルギーじゃなかったら食べれるなでも事前に言ってると思うで、あんだけ偏食やったらあそこまで偏食やったらさすがに言うと思うで。で無理やもん、何あげても。チョコレート無理やし、基本お菓子食べへんし、プリンは食べるけど超偏食やから。ペンギンの主食麺、麺じゃない、ご飯、ご飯は食べると思うで。そんないっぱい食べへんと思うけど、なんか普通やった。修学旅行の時にめっちゃ気になって見ててん、なんかペンギンの食事シーン見たことないわと思って、地味にからなんか何食べるんやろと思って見てたら、なんか普通にご飯、しかも普通の量食べてたなんか意外と普通に食べてると思ってもぐもぐして
プリンは好きみたい。買ってた自分で。普通にご飯食べてると思って、あ、味噌汁飲んでるみたいな。ペンギン、あの女子と喋るの無理な人だからさ、男子の方行ってご飯食べしてんけどさ、あ、食べてるなって言って、めっちゃ食べるの早かった。偏食やからなんかあんま食べてないんかな、量も。食べてたでちゃんと。だからご飯も食べるはず。いや、なんか食べへんのかなと思って地味に食べてた。いや、全然ガリガリじゃない、めっちゃ太ってる。パン食べへんねん。パン食べへんねん、なんで太ってんのって感じだけど、麺食べんのかな。あー、確かに。アスカさんに聞いてみる。でもアスカさんに聞くツールがなくない。彼女がいるかどうかは恋愛の達人の。あの人なんであんな知ってるんやろな。普通に頭いいのもあるやろうけど。なんであんな知ってるんやろ。アスカさんもおるんかな。でなんかみんな聞いても絶対答えんくない。中性脂肪が。じゃあクマさんさ、クマさんも割とプニプニしてんねんけどさ、ペンギンとまた違うプニプニしてんの。フルフル先生も割となんかプニプニしてんねんけど、なんかみんなタイプが違って、フルフル先生が一番若いねん。なんか肉肉しい。筋肉量もあるけど脂肪もちゃんとあるみたいな。なんか若くてムチムチしてるって感じで、ペンギンはなんかただ脂肪がついてるって感じ。丸い。でもなんかな、若い脂肪って感じ。何の話これ。でクマさんはもうめっちゃ中性脂肪って感じ。なんかでもプニプニやねん。なんかこうぷよんって、あのズボンがここまであるとしたらなんかぷよんって乗ってるみたいな。たゆたゆしてる。アスカさんはキャラじゃなくてなんか普通に実在する人の名前。もう私が勝手になんか SNS で見つけて本読んでなんかハマってるだけ。なんかアスカさんの TikTok で初めて見た。なんかでも若いうちにいいのやつじゃなくて、本をピッてしてるやつ。多分トップで止めてるはずなんやけど、なんかピッてして改札通ってみたいな。あの動画見てなんか、え、面白そうな本と思って本メモしててん先に。でメモしてて読みたいなと思ってる時に若いうちにのやつが流れてきて、あ、この本書いた人なんやと思って。なんか本書いた人ってあんまり SNS やってるイメージなかったからさ、勝手に。だからすごいと思って、こんな人やったんやって思って。ペンギンに貸してあげる？この本？貸してみる。じゃもう一回読み返していい？どんなこと書いてるか。表紙の人めっちゃ可愛くない？ちなみにアスカさんは猫顔とか蛇顔がいいらしいですよ。臆病にならず正直に生きてください。目次とかで思い出せるんじゃん。これ読んだらどう思うやろペンギン。うわー、これ読んでみてほしいな、読んでみてほしい本があるんですけどって言いたいな。でも感想とか聞かせてくれんやろな絶対。ヘビ顔調べてみ。調べたから私も。ヘビ顔って何と思って。まあ猫寄りってこと。でもペンギンがこれ電車とかで読んでたらちょっとキモいけど。え、どう思う？ペンギン。
読んでみてって言う？これ。アンジュさん猫顔？ほんま？ほんまに？ほんまに？垂れてない？ほんまに？え、ほんまに？今アンジュさんおらんかな？今アンジュさんおらんかな？アンジュさんおらんわ。絶対探したらおるけど、アンジュさんおらんわ。ほんま？猫顔？あの10期のユーリちゃんとか猫っぽくない？めっちゃ可愛いよな。あ、女の人やと思ってた。しんど。あー、若菜さんはそらな。猫顔？ほんま？クラシマどっち？え、これちょっとなんかビジュアルいいかな。違う写真で見てほしい。うわ、この章気になる。どんなやったっけ。120、120。あー、思い出した。あ、好き。マナミみたいな顔好き。めっちゃ可愛くない？あの、なんか透明感みたいな顔めっちゃ好き。だから気になってたんかな。あの、初日からずっと気になってた。めっちゃ可愛くおるなと思って。超可愛くない？なんかナチュラルで可愛い。でもともかちゃんの顔好き。十期の顔が好きなんか分からんけど、リハの時ずっと思ってた。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くない？ゆいりちゃんも気になってる。なんかみんなダンス上手やな。声もいいよな。分かる。可愛いよな。めっちゃ分かる。めっちゃわかるで。思ってたもん、ずっと。この前話しかけてくれてさ、やだちよ。みんないい子や。ペンギンにこれ読ませたいな。もう読んでくれへん気がするけど。なんて話しかけてくれた。なんて話しかけてくれたっけ。隣に座ってて、何歳でしたっけってから、なんか高校の話した。優しい。で、ともかちゃん何歳やったっけ。覚えてない。何歳か聞かれて、あー、恋愛中なら気になって。いや、表紙見せへんから。表紙見せて、それかブックカバーつけて渡して。で、その人やったらその時に撮るかもしれへんから、パッて撮っての反応もみたいな。なんか返されるかもしれんけど。19。へえ、そうなんや。なんか17くらいかと思ってた、勝手に。ああ、そうなんや。全然そんな感じせへんかった。めっちゃ可愛い。ん？卒業理由？誰の話してる？マナミもしかして。誰の話してる？私、ともかちゃんの話してる。もしかしてマナミの話してる？マナミはそうやで、知ってるよ。聞いてたもん。
卒業するっていうのは聞いてなかったけど、ちょくちょく話は聞いてたから、まあ知ってましたよ。まあ頭いいがゆえの判断なんかなと思って、いい選択やと思う。私はあれができないから困ってるんですよね。和歌山あるよ。そんな大阪住んでて和歌山行ったことない人から、結局誰の話やった、ペンギン読むかな。本の表紙ってすごいよな、こういうなんか空間の使い方をもうちょっと習得したい。絶対無理やねんな、こういうのほんまにセンスないねんな。どうしようって感じ。あー、ふうかちゃん喋ったことないけど、あのビブス渡しでくれる。ほんまに喋ったことないから、いやめっちゃ可愛いなと思ってたよ。ふわふわしてるなって、可愛いな、メルミミって感じ。図書カードもらったけどまだ買ってない。なんかなんか服カバーどれつけようかな、同じサイズ感の本。読んでるけど気持ちが読まれへんから読まれへん。読んでる本はあるけど、物理的にそれどころじゃないのもあるけど、普通に気持ちが追いついてないから読んでない。別に読んでないから本買わんっていう意味じゃない。読みたい本ならいくらでもあるし。なんか買おうか迷ってる。なんかお金に戻すかって思ったけど、オリジナルグッズ作りたいよ。絶対あかんって言われるけど、絶対無理やろうけど全然作りたいよ。いいって言われたらいくらでも作るもん。でそういうやつの方が向いてると思う、仕事。絶対無理やで。どういう理論それ。サイズ？ま？私紙のやつしか使わねえんだ。もらったやつはあるけど、今読んでる本はちっちゃいから絶対入らんねん。紙のやつもらうからな基本。この本はネットで買ったからついてなかったけど、
月曜日って 18? もう分かんない。ペンギン、帯取るって何？あー、この帯？本の？そのまま絶対取れへん。全部つけたまま。もともとついてないやつはあるけど、これついてないよな。あ、ちゃうわ、取って本のしおりにしてるやつもあるけど、全部つけてる。つけたまま。980万いいね。えぐ。しかもそこの本出した時点でってことやろ。えぐ。うん。でも帯取っても変わらんやつもあるやろ。でもなんかこの本でいうところ、なんかこの本の帯は山田明日香って書いてんねんけど、こうやって言ったら結末が出てくる。なんかちっちゃく山出すかとか言って、けど私つけた方が好きやからつけたまま。知っておいた方が、の方はひらがななんや。初めて知った。そうなんや。ミスってたかも全部。やばい。ストックめっちゃあんで。そもそもの文章で起こしたままのやつはいっぱいあるし、動画で撮ったのももうストックある。ただあれ重いから、長いからさ、一本が。これめっちゃ重いねん。だからギリまで撮らんかな。結末出てくるの知らんかった。私も外してないから。ペンギン読むかな、これおもろいな。ペンギン読んでたらほんまにおもろいな。肩もひらがな。でも教科書も割と漢字じゃない？ひらがななんや。まあ何でもいいよ。感想聞きたいけど感想言ってくれなさそうじゃない？絶対言わなそうじゃない。だってわろうかな。私服見えひんから分からんけどおしゃれになってないと思う。
とは言わんけど、くださいとかいただく、どういうこと、くださいとかいただく、まあ、漢字とひらがなの話、まだその話だったよ。さよなら。